西青ジタトカゲは、トカゲか青ジタトカゲ属に分類されるトカゲ。オーストラリア固有種全長30から45センチメートル。体型は、太短い。胴体中央部の斜めに列になった背面の鱗の、数は38から42。体色は、肺褐色や高褐色で、背面には胴体に4から6本、尾に三から6本の暗色の太い横縞が入る。 頭頂看板と頸部の間に大型の多角形の鱗の列が2から4列入る。目後部には太く明瞭な黒い筋模様が入る。尾は短い。砂漠、乾燥した草原や森林等に生息する。植生は動物食傾向の強い雑食で昆虫類、節足動物、果実等を食べる。繁殖形態は卵体制。ペットとして飼育されることもあり。 日本にも輸入されている。生息地であるオーストラリアは野生動物の輸出を禁止しているため、野生個体の流通はないが、過去に欧米へ流通した個体からの繁殖個体が流通する。流通は極めて稀で、価格も極めて高価。テラリウムで飼育される。飼育にあたっては底面積を重視した大型のケージを用意する。上面には、 蒸れないように通気性を確保でき、かつ脱走されないような蓋をする。床材として砂や赤玉土、ウッドチップ等を薄めに敷く。流木やコルクバーグ等を下に潜り込めるような隠れ家にする。極度の低温に弱いためケージの外側底面から、シート状の遠赤外線ヒーターで温めたり、陶器は夜間も光の出ない、照明器具を照射する。餌としてはコオロギ、果実、 野菜等を与えるが、雑食の爬虫類用の人工飼料にも得ずく。餌に対しては事前に、カルシウム剤等のサプリメントを振りかけて、栄養価を上げる。餌に反撃されたり逃げられるのを防ぐため、生きた餌の場合は、顎や触覚、胞子を潰したり追ってから与える。ありがとうございます。